皆さん、こんにちは。ひろきです。いかがお過ごしでしょうか。私は元気元気元気いっぱいでございます。はい、先ほどの配信にてちょっとアルコールの試飲も行いまして、ちょっと酔っ払っておりますが、今回ご紹介するのは非常に真面目な映画でございます。皆さん、この今回ご紹介する映画マルコム X ってなんだかご存知ですか？これはですね、ある人の芸名じゃないな、活動名なんですね。はい、マルコムというのはイスラム系の名前になります。はい、 X はまあ何者でもない、まだ何とも定まっていないという意味ですね。はい、かっこいいな。はい、まあその人のですね、生涯を追ったドキュメンタリーではないんですが、まあドキュメンタリーではないんですが、まあ一代記といったようなものになっております。でこれはですね、マルコム X が亡くなる前に、アレックス・ヘイリーという作家さん、はい、この人はルーツという自分のルーツを探る小説を書いた方でも有名なんですけれども、もともとは記者の方なんですけどね。はい、なのでインタビューもうまいです。はい、なのでマルコム X にインタビューしてですね、自分の生涯だとかいろいろ考え方、あの時はああだったといった回想、そういったことを語ってもらったことをもとに、死後ですね、結構経った後、ちょっと経った後かに、マルコム X 自伝か外伝かなんか、そんな名前の本を出したんですね。で、それを映画化したのが1992年でして、はい、この映画でございます。はい、でまあいろんな音楽流れておりますが、まあ全部黒人音楽ですね。あ、マルコム X って黒人なんですよ。はい全部黒人音楽で、で主題歌というかエンディングテーマは私の好きなアレスティッド・ディベロップメントっていうラップグループが、はい、ヒップホップじゃないですよ、ラップグループですね。はい、ラップグループが、担当しております。はい、非常に非常に政治的な、なんといってもマルコム X は政治活動家なんですね。人権活動家と言ってもいいんでしょうか。はい、ちょうどその頃にはですね、祝日にもなっている、ここで名前が出てこない私はバカですか間違ってたらごめんなさい、ルーカス・キング・ジュニアでよかったですかルーカスフィルムと混ざってますか。すいません、間違ってたらすいません。キング牧師です。キング牧師として有名な名前人ですね。その方と同時代を生きた人です。国民が元奴隷ということで非常に差別されていた時代に、国民の人権をちゃんと持たせようとして活動した方なんですね。その方の物語でございます。まあ若い頃から危険危険危険ばかりといった、まあ安らぎも多少はありましたが、危険なことばかりというマルコム X、 それをどう乗り越え、そして最後にどう行動したのか、これがつぶさに見える映画なんですけれども、
なんといっても素晴らしいのが、私が最も大好きなハリウッド俳優というか、最も大好きな、世界で最も大好きな俳優、デンゼル・ワシントンの若い時の名演技が、まあまあ非常に堪能できる作品となっております。もうマルコム X に似てるって感じ、もマルコム X をかっこよくした感じって感じですはい、そうですね。まあ実際デンゼル・ワシントンの出世作でもありますね。はい、これは本当に何と言いますかね、今でも続いている黒人への差別、はい、これをですね、なんとかなくそうとした人がいたんだと、そのためには命までかけた、そんな危険を冒してまで活動した人がいたんだということがですね、どうしてもキング牧師の影に隠れてしまうマルコム X なんですが、マルコム X もマルコム X なりのやり方でやりきったんだということをですね、まあ証明するというか記録するというか、皆さんが記憶に留めておくための名作でございます。はい、1992年なんで、一部、ホラームービーという意味ではなくて残虐なシーンがありますが、これはですね、現在の人種差別をテーマにした映画でも同じでございます。はい、なのであまり何と言うんでしょう、過度な残虐表現はないので、はい、過度な残虐表現は全くございませんので、まあ、自然と見れるかと思います。はい。それよりもですね、マルコム X の語りに、言葉に、ぜひ注目していただきたいと思います。はい。この映画についてはですね、私は3回、4回、5回ぐらい見たのかな。もういいんじゃないのっていうぐらい見たんですけれども。まあ、見せたい人がいると一緒に見るということを重ねていくとこうなっちゃうんですよね。はい、ディズニーシー現象ですね、私における。はい、行きたいという人がいると、あ、じゃあ行こうかって言って、ディズニーシーに8回、9回か、9回行っちゃったっていう。はい。まあそれと同じで、はい、マルコム X 何回も見ました。本当に名作です。今見ても名作です。なぜかというと変な特殊効果使ってないんで、はいはい、今でも見れます。名作です。はい、ぜひ Amazon プライムビデオなどでご視聴ください。はい、なかったら購入かな、レンタル購入かな、99円払うかな。はい、99円安いもんだと思いますよ。はい、ドトールコーヒーより安いはい、ぜひお楽しみください。はい、それでは今回の配信は以上となります。また別の配信でお会いいたしましょう。さようなら、さようなら、さようなら。